日産スタジアム楽屋です。やっちゃえ。ここだから選手たちのロッカールームというか、うん、まさにスタジアムって感じですけど、いろんなドラマがここで繰り広げられたわけですよ。ここからや。そうだね、俺たちのドラマもここからまた繰り広げられるわけですからね。ははうお、愛想笑いもいはなはだしいな。あっちゃん、日産と長い髪型一緒ですか？そんない、そうか、言うか。この人結構髪の毛変えるからな。広いな、広い。あ、あ、これもちょっと見て、あらあら、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。え、君がそこ座らんの？君映らんの？ベイビーちゃん。 Hey baby。 いつもね、ツアーに帯同してくれてるんですよ。アメリカに隠れちゃった。あら、あ、ベイビーとして喋るの？え？おもろいな、なんか今日どうでした？湿気取ったな。湿気取ったな。あ、やっぱそうやんな。毛もチリチリになったと思う。そうやね。いや、思ったより、あの、皆さんいろいろ脱水対策と、そうだね、涼感グッズね、涼しい、涼しくできるグッズ、水分器、いろいろあるもんね。塩分、あとカッパ。あ、そうやね、雨に打たれるから。あ、気に忘れてた。景色でも良かったですよ、皆さん。めっちゃ良かった。なんかすごい、あそこにみんなが並ぶって考えたら、あの空席がそれぞれの皆さんのペンライトで埋まると思うと、うわ、サメ肌でした。鳥肌やそれ、お前。俺が好きなやつやんけ、サメ肌って。お前、サメ肌スープの御徒町。タッチのサングラスかっこいいやって。ありがとう。ベビーをあやしてるのって。お宅のお子さん大きいねって。ハクション大魔王やって呼ばれてんの。あ、やりよったな、こいつ。あら、うんちしちゃった。ひなちゃんはお父さん。ビタビタやな。ひなちゃんはお父さんって隠し子がコメントしてきてる。うわ、いや、これが子供ってことですよ。ベビーちゃん重そうだって。重い、重たいわ、マジで。飯ばっかり食うとるから。こんなんついてた、ついとった。うわ、トラビスの AGT 見たよ。あ、見た。あ、見た。やばかったよね。感動した。見た。うん、なんか鳥肌立ったもんな。いや、まさか。俺もうずっと好きでさ、うん、よく見て感動して泣いてるんやけど。お、トラビス、あのサイモンに会えるなんて。あ、確かに。そうそうそう、それは確かに。世界に俺たちのパフォーマンス届けるんだみたいな気迫が ね。いや、素晴らしい情熱やったよ。ジャニーさん嬉しいんじゃない？嬉しいよね。やっぱり海外に発信できるエンターテインメントみたいなのをね、目指されてたんで。ほなちゃんも出るんでしょ？そう、僕もね、ちょっと一発かましに行こうかなと。どんなことやるんですか？いや、もう言葉とかじゃなくて体で。体ね、心技体で勝負します。すごいじゃないですか。もうアドリブで全部。アドリブで曲とオーディション通るかな。効果音だけで。あ、そっか、あれオーディション通らなあかんねんもんな。いや、そうやね。なんかオーディションよかったのになみたいな。あいついきなり本番で本番弱いなみたいな。あの決勝に持っていくネタがないみたいな。そうそうそう。でもあんな盛り上がってくれたら気持ちいいやろな。気持ちいいね。でもそれだけのパフォーマンスやったからな。先から明日明日言ってたけど、本番明後日やったっけ。明後日さ。あ、そう。でも気持ちは明日やろ。違う、明後日や。そうやな。今日のハッシュタグはだって。あー、そっかそっか。だから横さんがいろいろハッシュタグで。丸みを帯びた U字の水槽シングル化決定。あー、長いな。子供の爪切りしながら見てるって気をつけてあげてくださいね。深爪すんなよ。ほぼギタリストとベーシストは深爪やから。深爪エイト。ゴロはいいな。ツタンカーメン村上やって。あー、見本か。確かにポール。あー、それな。あ、これツタンカーメン村上もあるやな。いや、クレオパトラやけど。ジョー君いつ見に来るんやと思います。やってたっちゃう。ジョー君、うん、いつ見に来る。あいつにはちょっと来るなって言ったから来ないと思う。あ、そういうのがあったのか。一くだり。晴れろ18歳。ハッシュタグ晴れろ18歳。いいよ。あ、それええやん。採用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 されたかった。みんなで願いましょうね。願いましょうよ。それぞれてるてる坊主作ろうよ。てるてる自作のやつ僕も作ってツイッター載っけますわ。俺が今テルテルみたいなもんやけど。確かに。村上テルテル村上。あ、いいやん。ええやん。テルテル村上。これはええやん。ハッシュタグいい。キャッチテルテル村上。49000。それ見てる人がすっぽり入るぐらい来てくれるね。そういうことやね。7万人やかとか。もっと7万人来てんで。今日聞いたらスタッフ。ありがとう。すげえな。でもさ、こういう野外は8年ぶり。無理やし、このご時世にやらせていただけるというのがね、ありがたい、ありがたいことで。
それで日産自体もジャニーズでいうとスマップさん以来ですね。そうですね、すごいね。そうやで、そこにね、まあ来てくださる方は一緒に歴史をまた関ジャニーズの新しいページを刻んでいただけるわけで、一緒に伝説作ろうぜなんか誰かが言いそうな言葉、ハッシュタグ伝説作ろうぜ。あ、いいよジャンプコミックみたいな、いい主人公も赤いやつ。今回のテーマは青春だから。そう、やっぱいくつになってもね、青春っていうのはできますから。いや、その投票結果で応募してくれてね、はい、曲あれがどうなってんのか、あれはもう今回発表しません、来年すかし、はい、もうやめましたまさかまさか、うそーん、途中でやめました。あんな横ひなチャンネルでもいじってたん。それはもう来ていただいて、うん、のお楽しみやね、そうやね、こればっかりは。いやいや、もうそれ出す、そろそろ、そろそろ、そろか、いいと思う。ああ全然、うん、ほんならおいとましますね。ありがとうね。2人ちょっと忙しくて、ちょっと出てます、すいません、ちょっとおいとまします。じゃあまた明後日ないし、しあさって、もしくは長いで、もしくはテレビの前で、はい、ラジオでお会いしましょう。はい、ハッシュタグよろしくね。ハッシュタグサボ